いや、刹那圭介だよ。まあパート2、赤髪の怨霊パート2。なぜパート2を先に言うたかは知らない。恐怖の学校だって。なるほど、これがチラッと見えたやつやね。まあここで地図を手に入れてからの、なんだったかな、廉価を探しに、探したんやけど見つからない。おなんかおったぞ。何かが外を通ったような気がした。ここは2階だから外を通る人なんていないのに、嫌な予感がするわ。お、こういういいね。いいね、いいね。右の方に行ったらいいとか言われた。何を目指しちゃったかって言ったら正直覚えてない。影がかかっている。2階、2の絵。ここに来る必要はなかったと思うけどさ。一応ね。少し大きめなゴミ箱。中は何も入っていない。一人なら隠れられるかもしれない。少し大きめって、かなりでかいでない、それ。隠れるかもしれないって、もしかして、幽霊やり過ごすに使えますよ、的な感じをアピールしたかったんかな。だとしたら、青鬼やろ。お？用具、掃除用具入れ用のロッカー、中には何もない。お得な情報、6、いきなり6か。前回の資源の帳にもそんなんがあったような。即死選択肢はすぐにリトライ可能です。でも何かに捕まってしまったり、取ってはいけないものを拾って死んだ場合はセーブ地点まで戻ります。こまめなセーブが大事ですよ。セーブのできる顔のついたノートはいろんな場所にあるから探してみてね。うん。セーブポイントがあるパターンのやつなんよな。だからちょっと前作の資源の帳よりかは難しい。そういうゲームであろうか。ああ。全部の教室が空いてるわけではない。え？文化祭の準備で、机を外に出してる。なるほどね。だからといって、なんでこういう道を塞ぐように。あれか、大人の事情ってやつなんだろうね。ここでどこに行けばいいんだったか、正直。あ、ここかな。ここでいいかな、もしかして。影かかっとるんかよ。だとしたら、ここ何だったんだ。何を目指そうかっていう、忘れたな。まあ、いや、適当に見回っていけばいいかな、なんて思ったり。そっちは違うぞ。まずは、教職員ロッカー行こうぜ。教職員ロッカー。そうそうそう。それじゃ。けど、教職員ロッカーってどれだろうってなるよな。あ、これ？あ、これだ。何もなし。お？オカルト研究、検診文。発行部数が少なくて、なかなか見られない新聞なのに、なんで先生が持ってるの？せっかく見つけたんだし、一度目を通しておくか。ははは、高橋さんがおったら、すごい喜びそうなアイテムやね。オカルト剣新聞。オカルト剣の発行した新聞。奇妙な怪談話が載っている。なんこれ？なんこれの針金虫みたいな。針金虫知っとる人おるかな、なんて。最近学校で奇妙な出来事が起きてます。まずはこちら。図書室で見つけた赤い謎の長い毛。写真ではわからないのですが、この毛動いたんですよ。しかも人に巻きついてきます。いやー怖いですね。皆さんも気をつけてください。続いてもう一つ。オカルト研究部の部員が夜の学校に忍び込み、肝試しをしていたら、赤い髪の女が追いかけてきたらしいのです。足の速い部員だったので、何度か逃げ切れたようですが、捕まっていたら彼らはどうなってしまっていたのか。この学校では何かが起きています。これを呼んだ人は注意してくれたまえ。くれたまえ。なんでそういう言い方なんだろうね。お、懐中電灯、来たー。これで暗闇の大丈夫。おお、壊れとんかい。涙目だったな、今。懐中電灯を投げ捨てた。ゴミしかない。さっきの懐中電灯な。なぜか突然変なページが出てきた。こういう時たまにある。教職員ロッカー。教職員の鍵を手に入れた。来たー。やったー。これで職員室に入れるね。ちょっとだけ書いておこう。他のところは何が入ってるかな。開かない。何もなし。オッケー。じゃあ、教職員室か。え？
おい、あんなのさっきはなかったぞ。赤い糸。まさか？あれって怪談話にあったやつじゃないか？本当に赤髪の。そう、あれは多分。長い髪の毛わかるよ。大きな耳。まあ、ホラーやな。ナポリタンってなんだ。ナポリタン、本気で言ってるのか？こんな時にふざけるなよな。キャ、動き出した。え？動く。本当に動きよる。近づかないで、避けながら進めよ。来てる、ゆっくりやけど来てる。ゆっくりやけど来てます。来てます、来てます。髪の毛来てます。職員室。はい、かき。あ、二本目が来てる。二本目来てる。すげえな。学校の情報が一番ありそうな場所ね。なんか俺のパソコン勝手にパフォーマンス警告とかそういう系のやつがバンバン出てくる。机の上のメモや、棚も念入りに調べておきましょう。そこまで調べないかんの。日記。こっそり読んでみる。今日も生徒にバカにされた。こんなに一生懸命やってるのに、もう教えるのやめたい。生徒の間では、怪談話が流行っているようで、オカルト研究部から新聞をもらった。夜中に赤い髪の毛の女が追いかけてくるらしい。宿直はもうできないな。これからは仮病で済む。校長がよく下手なピアノを弾いている。あーうるさい。こんな学校もうやめたい。しかも校長は保健室で昼寝までしているらしい。ずるい、羨ましい。僕も昼寝したい。先生をやめたい。生きるのつらい。永遠に眠りたい。この先生もうダメそうね。大人も大人で大変なのね。てか、なんかロック、なんか新聞もらったって言ったけど、さっきの新聞のやつ、入っとったの、この先生のロッカーか。あ、これが生物のやつやね。よし。メモ。校長に、重要な紙をなくしたから探してほしいと頼まれた。まず、お前がなくしてるのは紙じゃなくて紙だろう、うすら励め。大事なものならコピーでも取っておけばいい。悪口書いてる。私ならそんなミスはしない。校長には私のような人間がふさわしい。私から見ればどっちもハゲ。コンピューター動いてるよ。ゲームができるノートパソコンが放置されている。ゲーム進行に関係のない息抜きゲームです。やるかボケ。こういうのは終わってから、全部クリアしてからやるもんです。アルコール除菌スプレー。今月の目標、遅刻生徒を徹底指導。教師の遅刻もゼロにすること。5分前行動を大切に。お、真面目。書類棚がある。持っていくようなものはない。え、ダジャレ付きの鍵。え、こういうやつもあるんじゃ。謎解き要素かな。備品の盗難が増えているので、一部の部屋の鍵はナンバー付きのキーボックスで管理するようにしてください。あ、それがこれね。なるほど。どっかにパスワードがあるわけか。何もなし。何もなし。大人の情報その2。あ、ここで2が出てきたか。鍵は勝手に使います。扉の前でわざわざ使う必要はありません。勝手に使うアイテムはその他にもあります。なるほど。メニューをいちいち開く必要なしね。あ、その1来た。2マス分使ってる本棚だけど、1つの本棚で左右が違う情報が出ることはないよ。え、光った光った光った。ちょっと、光った。あ、説明のためか。ホラー要素じゃないやな。なんでそれ。ちょっとびっくるわ、ちょっと。びっくるわっていう、びっくりするっていうことなんやけどね。今、色が変わった場所で本棚一つ分です。違う本棚からはまた違う情報が出ますが、一マス一マス調べる必要はないよ。本棚にも限らず、掲示板などにも同じことが言えます。あ、これは資源の長と一緒だったな。引き出しを調べた。釘抜き。釘抜き？それ使えばロッカーの鍵を壊せそうだな。あ、そういう使い方するんじゃ。げつねえな。上条さんらしい。正面からのやつですね。メッセージ表示設定はまあいいよ、別に。メモ。校長へ、戸棚の鍵を探すように言われていましたが、見つからなかったので帰ります。花壇の手入れでもしてるときに、外で落としたんじゃないでしょうか。外だと広すぎて分かりませんね。鍵屋でも呼んでしまいましょう。
花壇がある場所は中庭か校門の方で、そこに鍵があるっていうフラグじゃないか。なるほどね。なるほど、こういう謎解き要素的なもんも絡んでくるわけだ。なかなか真剣の塔とは違う意味で違うゲームなんかもしれんな。こっそり読んでみる。今日も味噌汁がうまい、米もうまい、日本人でよかった。当たり前のようだけど大事なことだよね。ゲーム的には大事じゃねえよ。そんな面白くない日記書くなよ。もうちょい面白いボケた日記を書こうぜ。この人なんかよかったよ。校長に悪口バンバン言ってましたよ。次の人、次の人って。音楽の先生のノートがある。コンソール読んでみます。音楽室の鍵もキーボックスに管理する決まりになったけど、校長が勝手に持ち出すから困ったものね。勝手に出入りされたくないから自分のロッカーで管理するわ。おお、自分のロッカーでね。あ、じゃああの鍵唯一一つかかっとったんがこの音楽の先生のかもしれんな。口調的に女性の先生、これ見たっけ。理科見てないな。生徒がいつも片付けない、俺も片付けない、歩きづらい、でも気にしない、そんなことがどうでもいい、良くなるぐらい歴史的な発見をしてしまったのだ。新種の発光微生物の飼育に成功。かなり強い光を放つ。まだ実験が必要だが、将来的には電気を使わずに懐中電灯が作れるかもしれない。マジでそんなにすごい発明したんじゃ。中学校やぞ、ここ大学の研究室ならまだしも、中学校の理科室でそんなことができるんか、すごいな。しばらくは理科準備室奥の実験用プールに隠しておこう。生徒にいたずらされたらおしまいだ。いたずらしてやる。もう少し飼育して数が増えたら新型の懐中電灯を作って売る。そして俺は大金持ちだ。教師を辞めて遊んで暮らすぞ。準備室の奥にプールなんてあったのかしら。怪しい場所は調べた方が良さそうね。先生は教師辞めないのか、辞めたいのかな。変わってたけどいい先生だったのに。そうか、理科の先生って変わり者が多いイメージがあるような、ないような。とりあえずいろいろ調べたけんな。あ、そうそうそう、面は5だったな。そういや、で別にここ入ったけん別にいいや。こっちから入れますよーの場合、開かなかったロッカーに向かってくれ。あ、そうっすか。結構指示してくれるな。ちょっとありがたいわ。上条さんじゃなくて何だったか覚えてない。名前忘れた。何だったかな。これが開かないやつ。ああ、ここで、ね、釘抜き使うんすか。上条ブレイクですね。上条ブレイクって何？ソゲブってやつやな。いわゆる、その幻想をぶち壊すってやつやつね。今回の場合は、そのロッカーをぶち壊す。ソロブですね。そのロッカーをぶち壊す。鍵を壊したぜ。開くようになったぞ。うわぁ、これは犯罪だよ。鍵じゃなくて、扉まで壊れてる。本当じゃ、鍵だけかと思った扉まで壊したよ。本当にロッカー壊す気か。とりあえず開いた。教職員ロッカー。音楽室の鍵を手に入れた。音楽室の鍵。音楽室？ほう。その音楽室がどこにあるかっていうのは地図見れば OK さ。とりあえず今回はセーブしよう。セーブポイントがないけんね、自由に終わらんっていうのがちょっとこのゲームの厳しいところ。逆にこれでちょっと厳しいから試験の帳でセーブ位置でもできるようにしたんかもしれんしね。まあそんなことを言いながら今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け